こんにちはランピーの村上です。はい、今日は、えー、新しい車体を入荷しましたのでそちらの紹介です、えー。ブランドがマングースですね。こうマングースは BMX のメーカーで有名なところですね、うん。そこからある車体を入荷したんで。 と開封していきます。 はい、完成しましたこちらになりますはいえー、モデル名がですねマングースのカル,フォルニアカルフォルニアスペシャルというモデルになりますでこの今日今回組み立てたモデルのカラーはブルーになります他にもブラックとレッドがあるんですけどまあ ブラックが一番控えめなカラーになってますねもうほとんどブラックフレームブラックでロゴがレッドだったかなでタイヤブラックのタンカラーのモデルがついてて落ち着いてますねでブルーとレッドは結構派手派手な仕様になってますブルー僕結構青好きなんでこのブルーの BMX 見た目すごい好みなんですよね、うん、なんでまあ実際1台買っちゃったんですけど僕 <laughs> あのここからちょっと乗ってみてどの,どのぐらい走れるのかちょっと楽しみにしています、うん、でこのモデルはですねも材質がスチールでできてるモデルになります 他のモデルも何個かあるんですけど、まあ、今回はこのカリフォルニアスペシャルだけ入荷してますで、えー、このブルーとブラックが2色今1台ずつ在庫入ってるんで欲しい方はもうその2台のどっちかであればすぐ納車できますでこのモデル BMX どんなモデルかっていうと、まあ、いわゆるオールドスクールなマウン BMX なります、うん、1980年代ごろのファッションとかその時代の自転車のスタイルを今の、まあ、現代に復刻して作ってるって感じですかねになります。なのでもうその時代のオールドスクールなファッションが好きだったりあと映画でいうと映画の ET とか。 あと「グーニーズ」の映画がすごい好きとかいう人たちにはちょっと響くんじゃないかなって思います。もう ET の有名なシーンありますね自転車でマイコゴにマイコご乗せて宙に浮いて空中を走るシーンありますよね。おっタイヤが空中をあの走るシーンがあるんですけどその時の。 その自転車その時に映ってる自転車ってマングースの BMX になるんですよ。うん、本当にこういう見た目に近い自転車ほとんどこの見た目の自転車が出てるんですよね。なんでそういう僕はですね結構その ET の自転車が好きだったんでこの自転車見た時に、あのー、モチーフになったじ、うん、自転車と。 スタイルが似てるから見た目で見た目で速攻かっこいいなと思って買いましたね、うん、もう性能とかはあの性能重視というよりは見た目重視の自転車になりますだから BMX だけどそういう激しいトリックとかはできないですねまあもとあのトリックというよりはダートを走る ダートを走って楽しむ自転車になりますはいで、えー、このマングースカルフォルニアスペシャルは、えー、モアグランピーの方に置いてますんでこの車体を気になる方見に行きたいっていう見たい見たいっていう人はぜひお店に来てみてください来店お待ちしてますはいこんな感じかな うんまあ、最後に余談なんですけど僕ちょっと一昨日ですね腰痛ぎっくり腰かぎっくり腰になりましてしかもあの今まではですね多分ぎっくり腰だったんだろうなみたいな衝撃だったんですけど今回のはですねもう雷が全身に走るぐらい。 かがんだ瞬間にガーンってきていや本当に動けにその瞬間動けなくなくっちゃいましたね。でもその日はあのもう本当とにか座る座,座るのも一苦労で,でも立ってからでも立つ動作が一番きつかったですねもう動けないっす <laughs> 自分びっくりしましまでその次の日休みだったんで丸一日休んで今日なんですけど、まあ、だいぶ楽にはな,なったんですけどねぎちょっと年を感じました荒さ <laughs> って荒さになったんだなってちょっと思いました <laughs> まあそんな感じです <laughs> ま,あぎまあぎっくり腰になったんですけど自転車乗ってる時自転車乗ってる時は意外と。 楽,楽でしたねあんま腰動かなかったんで自転車は全然乗れました <laughs> そんな発見がありますはいまあそんな感じですかねっていう感じですねではこの自転,自転車気になる方は是非来店へお待ちしておりますでは失礼します